ビジネス天国沖縄ということですね、今週もビジネス天国沖縄の時間がやってまいりました。午後3時、今日本当にいい天気ですね。皆さんどうお過ごしでしょうか。これから1時間ですね、お付き合いください。よろしくお願いいたします。はい、早速ですが今日は高級日ということですね。車の数も少なくてですね、昨日実はですね、僕子供のですね、運動会でした。生まれて初めて子供の運動会に行ったんですけどもね、感動しましたね。本当に子供の成長をですね、見ることですね、目がうるうるしてですね、本当に、いい時間を過ごさせていただきました。ということですね、会場にはですね、男性のお父さんとお母さん、またおばあちゃんとかですね、あとお姉様とかたくさん来られてたんですけど、綱引きをやったんですね、実は。その会場で。で、お父さんチームとお母さんチームに分かれて綱引きをするというですね、なんかわけのわからないですね、チーム構成でやったんですけど、なんとですね、女性が勝ちました。はい。女性のパワーをですね、本当にまざまざとね、見せつけられた。数が全然違ってたっていうのもあるんですけど、やっぱり女性はね、力がないということですね、応援したくなるのかわからないですけど、女性の側にですね、会場の方からバッと人が集まってですね、最終的にはですね、男性を打ち負かしてしまったというね、いろんな力が作用してたんだなっていうのをですね、昨日も、感じておりました。ということでですね、今日は、まさにタイムリーなんですね。女性のパワーということですね。女性の方、お二人をですね、ゲストにお迎えしております。早速ですけども、ご紹介したいと思います。お二人、来ていただいています。それで、お一人、こちら側からですね、ちょっと、自己紹介のお願いします。はい。はい。私、沖縄サロネーゼ、今日ご紹介する沖縄サロネーゼの、会員であります徳村美智子と申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ、はい、もう一方よろしくお願いします。はい、同じく沖縄サロネーゼの、イベント担当金城小夜子と申します。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。実はですね、僕先ほど初めてお会いしたお二人なんですけども、はい、わずかですね30分ぐらいの打ち合わせなんですけどかなり盛り上がってしまいましたね。はい、初めてとは思えない感じだったんですけど、汗だくで喋ってました。はい、本当に楽しい、はい、お二人なんですけども、はい、実はですね、今日、来ていただいたのはですね、うん、女性のですね、社会進出とですね、これからビジネス展開していく意味でのですね、いろんなお話とですね、あとイベントがあるということでですね、僕は先ほど初めてチラシ見させていただいたんですけど、はい、すごく楽しそうなですね、こちらです。はい、もうこれはぜひですね、女性も男性も参加していいらしいのでですね、はい、ぜひぜひ遊びに来てください。はい、もうぜひぜひ遊びに来てください。はい、僕もね、はい、行きたいなと思ってます。はい、圧倒されないように気をつけた方がいいと思いますけど、はい、でぜひですね、この1時間はですね、女性のビジネスについてとですね、子育てと、併用している方がたくさんいらっしゃると思うんですけども、はい、まずお聞きしたいのは、このイベント自体なんですけど、はい、沖縄サロネーゼ3周年企画、うん、私スタイル、はい、in 上がり山ということで、はい、対象っていうのはどういった方を対象にされてるんですか。まず、対象対象というのは来場者の方々ですよね。あ、そうですね。来場者の方々と出展されている方っていうのは、はい、じゃあ、はい、順にですね、はい、まず出展、今回のこの沖縄サロネーゼ、私スタイル in 上がり浜というものですね、こちらの出展者の、方々はすべて女性です。はい。で、すべて女性で、サロネーゼの会員の方ももちろん、いらっしゃいますし、サロネーゼの会員ではない方の出店もあります。はい。ただ、出店は基本的にすべて女性の方ですね。で、来場者の方は、その女性だけではなくって、例えば、家族連れであったり、カップルの方々であったりだとかも、本当に多くの方の来場を予定しております。はい。なるほど、なるほど。うん、これはお聞きしたところによると、第2回目、はい、っていうことなんですけども。はい、そうなんです。はい。前回は、はい。
どんな感じだったんですか。はい、前回はですね、一昨年に、ホテル EM さんの方で、1回目の、この同じようなこう企画で運営をして、おります。でその時には、大体約100ブースの方が、出展をしております。でその時には来場者の方が、まあ、およそ1000人の方が、お見えになってですね、ものすごくかなりの盛り上がりをこう見せた、その1回目ですね。で今回は、まあ、2回目ということで、ちょうど沖縄サロネーゼが、こう設立をして、3年になります。でもうちょうどもうそろそろ、4年目ですかねに入っていくので、その、まあ、3周年記念ということで、今回は上がり浜の方で企画をして、もうこの日曜日です。はい、日曜日に開催の方を、していきます。日曜日というのは具体的に11月29日、はい、そうです。11月29日の10時から、午後の4時までの開催になります。なるほど、はい。去年も1000名の方が、うん、はい、一昨年ですね、あ、一昨年ですか、はい、EM コスタビスタに1000名来たっていうのは結構すごいですね。はい、はい、もうかなり の盛り上がりで、非常にもう私たちも初めてのイベントでしたし、はい、かなりもうメンバーさんも気合を入れてすごくこう頑張っていきました。なので今回はさらにその上を、そうですね、はい、目指すということで1万人ぐらいは1万人1万人、はい、目指します。はい、はい、なるほど、1万人来るということですね。会場がすごく心配ですね。もう駐車場もものすごく広い駐車場がありますので、はいはい、そこら辺もね、ちょっと会場に負けないように、はいはい、会場はすごく広く、駐車場もすごく広くって、はい、ね、じゃんじゃんで終わるとちょっとねそうですよね、はい、いやそれはないと思うんですけども、はいはい、プレッシャーですそもそもですね、こう、うん、先ほどからちょっとお話出てるんですけど、沖縄サロネーゼっていうのはちょっと説明していただきたいんですけど、はい、はい、この沖縄サロネーゼは、沖縄で個人事業、もしくは自宅サロンをお持ちの方々、はいはい、もしくはサロンを持っていなくても自分自身で、起業をしてですね、こう活動をしている女性の集まりのグループです、はい、それを沖縄サロネーゼと言いまして、ちょうど3年前ですかね、発足をいたしました。はい、でその時には初期メンバーが、役員含めその会員が約100名ぐらいの会員様がいらして、はい、いろいろな活動をしてまいりました。なのでだんだんとこう知名度をこう高めてきまして、かなり今は沖縄サロネーゼというと、まあある程度沖縄サロネーゼ知ってるとかっていう形で、うすごく知名度もこう上がってきているなっていうのを非常にこう認識をするこの頃ですね。はい、ちなみにサロネーゼの名前の由来って分かりますか。うん、はい、このサロネーゼっていうのもともと東京の方で、はい、白金ーゼっていう、はいはいはい、この東京で、まあ、事業をね、はいはい、経営をしている方たちのその集まりというか、でそれを、まあ、沖縄サロネーゼっていう、まあ、形で持ってきているんですけど、なのでまた前回であったり、そのまた他のイベントであったりとかっていう時にも、うん、東京の方から の、はいはい、そのサロネーゼとのまた、うん、催しであったりとかっていうことも過去にねやっております。なるほど、はい、その東京 の、 その団体とこうなんていうんですか、連携みたいなのもあるんですか。はい、今特にこう大きくその連携というものは、うん、定期的なものはこうないんですけど、はい、でももう今後そういったまた沖縄だけではなくって、はい、まあ、いろんな地域のサロネーゼとの関わりであったりだとかというのも、どんどんと、うん、もっとさらに、こう知名度を高めるために、はい、私たちもこうステップアップをしていかなければいけないなというふうにこう感じたりしています。なるほどですね、はい、どんどん成長していってるんですね、はい、進化、もう進化2回言いましたね、はい、進化、はい、
素晴らしい。じゃあですね、はい、ちょっとこのもめくとね、金城さんのおしゃべる機会がなくなりそうですね、うん、はい、そうなんです、すみません。金城さんにじゃあ。金城さんでもね、ちょっと聞きたいんですけども、はい、まあ、70社が出展されてるっていうことなんですけども、うん、どういった業種、どういった内容の方が出展されているかちょっとお聞きしたいんですが、うん、もう業種はもう飲食の方から、はいはい、エステサロンを経営されている方、はい、まあ、マッサージだとかネイル、うん、もう本当にいろんな、はい、方々が、うん、はい、出展します。女性ですよね、うん、女性です、はいはい、でスイーツだとか、うん、ローフード、うん、あとカフェとか、うん、スムージー、うん、あとはもうフットセラピーだとか、うん、リフレでボディートリートメント、うん、でカラーセラピーだとか、うん、美智子さんのように波動で、はいはいはい、出される方もいらっしゃいますし、うん、ヨガやダンス、うん、あとパフォーマンスですね、はいはい、うん、公開講座もあります。なるほど、はい、これ10時から4時までなんですけど。そうなんです。あれですね、食事以外一日売れますね、はい、もう本当にもうハンドメイドのアクセサリーとかも、はい、はい、販売しますし、はい、そうですよね、うん、結構会場でそういうのを見るだけでも、うん、あっという間に1時間2時間過ぎちゃいますもんね、うん、確かに刺激になると思います、いろいろと、ね、そうですよね、もういろいろその場所でいろんな経験が多分できると思う、はいはいはい、体験であったり見たり体験したりですよね、はいはい、でさらにこう参加者の方がですね、こう女性を見て、なんていうんですかね、刺激もらったりとか、うん、やっぱりこの子育てをしながらビジネス展開をされている方とこう見たりこう実際にお話しする機会っていうのは、うん、なかなかありそうでないと思うんですよね、うん、はい、そういう意味でもいい機会じゃないかなと思いますね、うん、もう本当に、はい、その通りでございます。なんかこうお話聞くと、はい、これをね、イベントをきっかけに起業された方もいらっしゃるということで、うん、はい、多いですね、はい、もうみんな起業して大変ですね儲かって儲かったらね、もうちゃんと税金払ってなるほどなるほど、はい、金城さん、はい、瓶型っていうことで、はい、ちょっと変わりだねですよね、この中では、うん、そうですね、はい、実際こう会場で瓶型のどういったこと、はい、瓶型体験って書いてあるんですけど、うんうんうん、私の方はですね、今回は瓶型の展示、はい、体験ではなくて展示の方で出展させていただきます、うん、あ、なるほどなるほど、はい、個人的にもちょっと展示会を開店しているので、うん、はい、会場でもこの展示物、なるほど、瓶型の展示物を、うん、ぜひ置く予定なので、なるほど、はい、僕なんか瓶型知ってますけど、はい、なかなかね実物売り機会ってあんまないんですよ ね、 ですね、ありそうで、はい、沖縄人みんな知ってますけどね、そうですね、意外とね、意外と実物見ることはないですよね、そうですね、プリント の、 販売もあるので、生地屋さんに行くとプリントではなくてもう本物、もう本当手作りなので、なるほど、手作りっていいですね、はい、ぜひすごい、ぜひぜひ会場にいらしてください、ね、販売もしてるんですよね、販売も、はい、皆さんうちのあっちだと思うんですけど、うんうん、僕もうちのあっちで 見るからに、うん、やっぱりね、沖縄の人って DNA でしょうね、ああいうから見ると落ち着きますもんね、落ち着きますね、エーサー聞こえてきただけでちょっと落ち着くっていうのが ね、 本当ですね、あれはね、うん、もううちなんちの DNA に刻まれてるんでしょうね、うん、もう生まれる前から聞いてますもんね、うんうん、本当にそうですね、うん、さっきね、ちょっとコラボしませんかって僕ってやつね、声かけちゃったんですけどね、うん、もう商談成立しちゃったぜひ、はい、よろしくお願いします曲がね、いきなり商談の場になってしまってですねすいません、そういうことばっかりしか考えてない、うん、じゃあもう本当に当日ね、本当に楽しみですもんね、うん、はい、キラキラ女性した女性がいっぱいいるんでしょうね、もう、はい、かなりもうキラキラとうるさいのこの瀬戸際ぐらいの方もいるんでしょうね、うん、どうなんですか、実現上げてもらっていいですか、パワーはありますね、はい、いいね、70名っていうのもまたすごい話ですよね、うん、はい、あとも、さっき、うん、お聞きしたんですけども、出展されてるだけではなくて、うんうんうん、楽しむだけではなくて、なんかセミナーも当日あるということ、はい、僕ちょっとね、タイトルだけ見させていただいたんですけど、どれもね、はい、ちょっと、うん、これから起業する人にとってはもうちょっとね、はい、興味をそそるような内容、うん、はい、本当にそう思います、ばっかりですもんね、うん、ネーミングを見てもね、ネーミングはね、ね、面白いですよ、男性の僕がちょっと行きたくなるんですよね、うんうん、この1時からのやつで、そうですね、はい、じゃあラジオのね、うん、お聞きの方ちょっと気になってると思うので、うん、はい、そうですよねタイトルだけ、はい、内容はちょっとねあんまり言えないと思うんですけど、はい、うん、タイトルだけちょっと簡単にちょっとご紹介してもらって、はい、よろしいですか、はい、はい、じゃあタイトルを、
私からでよろしいですか、はいはい、どうぞ。まず11時から、うん、起業前に押さえておきたいあなたらしさ、うん、強み発見セミナーですね、はい、なるほど、はい、起業前にっていうのがいいですね、うん、起業前 に、うん、確かに起業前にがいいですよね、はい、起業したから後だと遅いですよね、はい、はい、で12時からがですね、うん、はい、Facebook 活用で自分のお仕事が加速できるシークレットセミナーです、うん、シークレットですよ、シークレットシークレットって言われるにはこうやってねチラシ書いて配ってるっていうのがね、チラシ書いて素晴らしいですよね、秘密にしてないっていうね、はい、面白い、はい、はい、ぜひよ、あ、次お願いします、はい、で1時からがですね、うん、誰でも簡単にブログプロ技撮影でワンランク上を目指そう、これは写真講座になってます。1時からですね、はい、あ、ちょっと逆になってるんですね、逆に逆になった、はいはい、時間がちょっと逆なんで、はい、1時からじゃあ、あの撮影、うん、撮影ですね、はい、僕本当に思うんですけど、うん、写真大事ですよね、大事です、すごく大事ですよ、すごく大事ですよね、うん、もうすごくだからせっかくいい仕事してるのに、ね、いいサービスなのに、うん、写真がね適当に撮ってる写真とか、うん、もう全然なんか惹かれもう写真の最初の印象ですごくこう惹かれるとかね、はいはいはい、大きいと思います。全てですね、チラシもホームページも全てですね、だからそこをね、うん、ちゃんとしっかり学ぶか、もしくはプロの方にお願いするかっていうのをです、僕もそれ知らなかったんですけど、今もう絶対プロにお願いしますね、うんそう、だからこ の写真のものは、はい、もう本当に、そのセミナーの時には、はい、皆さんも今スマホとかであと iPad とかっていう持ってらっしゃるので、はいはい、デジカメではなくってね、はい、そのもう持っている、うん、デジカメではない、持ってる、スマホだったり、あとは iPad であったりというもので、こう気軽に、はい、できるようなっていうもので、ちょっとお願いをしております。常に持ってますもんね、はい、iPhone の場合は、はい。でもね、最近ね、ちょっと加工がやりすぎでですね、原型のないものを見受けられるんですけど、そういったセミナーではないですよね。それではないと思います。いいもの、はい、いいもの若干よくするっていうことです、はいはい。でね、ちょっと少々、なんかアイテムを使うらしいです。アイテム、隠れ技。そのアイテムがちょっと気になりますね、はい、そのアイテムっていうのが本当になんか、はい、手軽に準備ができる、例えば光を取り入れるためのちょっとしたこうアイテムであったりだとか、もう本当にすぐこう手に入るようなものをこう活用しながらというところの、なんか小技もあるらしいです、はい、小技ぐらいにしてください、大技だと原型がなくなると思いますけど、はい、小技ですね。なるほど、はい、なるほど。あ、じゃあ次のセミナーお願いします。はい、4時からですね、はい、愛されキュンなモテブログ構築法、はい、これはどうなんですかね、はい、愛されキュンなモテブログっていう誰が考えたんですか、ね、愛されキュンはこの講師のね、平葵さんっていう、平さんすごいですね、はい、もうこの葵さんがもうそもそもキュンキュンの方です、はい、なるほど、はい、自分も表現してるわけですね、はい、そうですね、愛されキュンなモテブログっていうのはね、もうすごい可愛い、はい、可愛い方です。そのあたり構築法ってちょっと固くなるのがいいですよね、うん、はい、そうですね、はい、あなたに出会いたかったと感動される沖縄らしい優優集客、優優集客っていいですね、はい、可愛いらしい、よくわからないですけど、なんかどれもね、うん、4つセミナーがあるんですけど、うん、はい、ぜひ起業されて考えてる方はぜひ全部受けた方がいいと思います、ね、うんうん、はい、これ無料なんですか？無料です。無料です。え？無料です。この愛されキュンも。はい、愛されキュンも全て無料です。はい。うん、あ、そうなんですね。はい、これ入場料とかもあるんですか？入場料は、入場料はないです。ないです。あ、じゃあそのブースで払えばいいってことですか？あ、そうですね。で、セミナー無料。はい。はい、セミナーは無料です。私スタイルですね、はいもう頑張ります私たち、これすごいお得じゃないですか、もうかなりお得です、はい、ぜひね、これはもう絶対行った方がいいと思いますね、うん、なかなかこのいっぺんに、はい、これだけのものをこう受けられるっていうことはなかなかね、そうですよね、ないと思います、一日で全て、はい、見ることができる、うん、はい、これちょっと時間ね、うん、やる方は大変だと思うんですけど、うん、もうちょっと長くしてほしい
じゃあ次回来年に向け、すみませんね、はい、企画している側は大変だと思うんですけど、お客様の方は無責任ですからね。はい、そうですね、はい、でもね、実際思うと思います、これあっという間じゃないかなと思います、うん、あっという間だと思うね、うん、本当ですよね、うん、じゃあこれちょっと早めに行った方がいいかもしれないですね、うん、あ、もう午前中本当にもう午後2時3時ぐらいからはかなり の, あのお客様が、うん、あ、お見えになるもう時間帯というかね、うん、なのでもう早めのご来場をお勧めいたします。なるほど、はい、そうですよね、うん、もうこれはあっという間でしょうね、はい、なるほど、徳村さんは、はい、まあ、ブース出展されるわけですよね。はい、そうです。どんな感じですか。僕先ほど名刺2ついただいて、はい、どちらの方を出展されるんですか。はい、私は今回琉球波動の方でですね、はい、ファミリーブースということで、はい、沖縄サロネーゼの会員の、まあ、方々は各それぞれで、セミナーであったりまた講座であったりとか、はい、それをこう開講している方も多くいらっしゃいます、はいはい、まあ、私もその一人なんですけども、はい、ですから私の講座、皆さんの講座を受けられて卒業された方がたくさんいらっしゃいます、はいはい、でもその何かを習得しても、うん、なかなか自分自身で最初からその何かを作り上げてこうスタートしていくっていうことはやはりちょっと難しい部分でもあります、はいはい、なので今回はそのファミリーブースとしてそれぞれの方たち会員の方たちの講座でそれを受講して終了した方々のデビューの場、なるほど、はい、デビューの場として一番最初、はい、一番怖いですもんね、はい、それを強制的に作って、はい、言葉の使い方間違ってますね舞台を整えてあげて、そうです、はいはい、整えてですね、でそれで、はい、こちらで思いっきりもうどうぞっていうね、なるほどなるほど、っていうもので私はその受講生の方たちが、はいはい、鑑定会ということで、うん、で私のお客様、受講生の場合県外の方も多くいらっしゃるので、はい、うん、今回は県外から参加をします。なるほど、はい、そのデビュー戦にですね、デビュー、はい、でもね本当に皆さんこう資格とか講座を受けてもですね、うん、なかなかこう一歩踏み出すのってすごい勇気いりますもんね。もう本当にそう思います。でも一歩だけなんですよね。はい、もう本当にそう思います。これすごくいい機会、うん、企画だと思います、はいはい、だから私だけではなくって、はい、数名のサロネーゼの会員の方々は、はいはい、やはり私たちはもうどうしても実行委員で、どちらかというともうブースに入ってというよりはサポート運営という形の、はい、ものが多いので、だからもうほとんどの多くのサロネーゼの方たちが、ブースは設けるんだけども、はい、それをもう受講生にそのデビューの場として提供している方たちが結構いらっしゃいます。はい、いやこれすごいいいと思いますね、はいはい、なかなかこう自分で企画してってなると、うん、はい、すごくハードル高いですもんね。そうなんですよね、本当。もしくももうこうお客さんも集まってるところで、うん、まあ、ドキドキしてると思いますよ、はい、多分ね、ラジオの向こう側にね今ドキドキしながら聞いてる方いると思うんですけど、うん、はい、うね、そういった方からね一言お願いします。もうはい、かつれてください、かつれてはい、もうイベントは本当におっしゃるように、はい、すごくこう勇気を自分自身で、もらう場でもあるし、はいはい、その勇気を作る場でもあるので、はい、ぜひこういう機会を逃さずに参加していただいてですね、はいはい、で今後の自分自身のまたこう起業していくためのいろんなそのノウハウであったり、その背中をこう一歩こう押すという意味では、はいはい、もうぜひぜひね本当にね利用して、そうですね、はい、いただけたらなって思っています。頑張ってください。そうですね、またその同じように起業とか一歩踏み出してない方、うん、はい、そういう場に来るとですねやっぱりこう、うん、そういった方の姿を見て、うん、それもね、自分もね、はい、あると思います。感化されるっていうかですね、うん、そういう場にもなるかもしれないですね、はいはい、ぜひ応援してます。はい、もうありがとうございます。はい、徳村さん、はい、もう本当にねよく喋りますねもうおかげですごく楽です最初で私 MC でいいよって言われたので、はいはい、僕の、ね、予想が的中しました。大体ね僕もねたくさん見てきてるんでね、どういう人が話が止まらないか、やっぱ波動を読んでますね。あ、そうなんです、すごい。僕波動知らないですけど、うん、見る必要ないです ね、はい、誰が見ても分かると思います、はい、
でそんなね、面白い。そんなね、徳永さんと金城さんなんですけども、はいはい、ここで一旦 CM を挟んでですね、はい、今度はね、金城さんの声もちょっと聞きたいのでですね、はいはいはい、金城さんいるんですよ、今日。います、いますよ。そんなに顔すぎるんですけど、います、しっかり。じゃあここで一旦 CM いきます。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、ビジネス天国沖縄後半いきたいと思います。前半ね、徳丸さんのおかげでかなり盛り上がってですね、もう番組も変えようかなって思ったぐらい、あのよろしくお願いします、はい、ありがとうございます、はい、で後半ですね、ちょっとお聞きしたいことがいくつかありまして、ラジオの前の方々ってサロンエーゼっていうのがどういうものかっていうのは大体知ってだと思うんですけども、うん、僕の周りでもね、女性で起業されたい方とかいっぱいいると思うんですけど、はい、やはりこう何をしていいか分からないとか、うん、ちょっと不安だったりとかですね、やっぱり子育てをしながらだとなかなかこう時間が取れないとか、うん、でももうサロデネーズの方々も同じような問題を抱えつつも、うん、それを克服してですね、活動されて成功されてる方いっぱいいると思うんですね、うん、やはりそういった方とまず関わりたい、ノウハウを聞きたいとかですね、うん、仲良くなりたいっていう方もいらっしゃると思うんですけど、うん、これサロネーゼっていうのは例えば参加したいっていう方は参加できるんですか？できます、はい。あ、どういうふうにしたら？今回日曜日のイベントでは、はい、受付の方に、うん、はい、なんて言うんでしょう、申し込み、はい、希望の方には、はい、用紙を提供しているので、ぜひそこに。あ、これ希望される方誰でも、はい、例えば徳村さんの許可いない、いけないそれないです。あ、ないですか。自分の得意を仕事にしている女性の方だったり、あと自宅やサロンで、お教室、はいはい、お教室やサービスを提供している女性であったり、うん、出張でサービスを、うん、サロンがない方とか、はいはいはい、自分の技術を、うん、お客様の、自宅に借りて、はいはいはい、サービスを提供している女性であったり、うん、これから独立したい女性の集まったグループが一応沖縄サロネーゼの、はい、形になっています。なるほど、はいはい、ということは業種は特に問わないということですよね。業種は特に、女性が何ですかね、ビジネスしている方であれば誰でも対象だと、うんうん、はい、なるほど。やっぱりこう、うん、そういう団体に入ると元気ももらえますし、やっぱりこうね、うん、一人でやるっていうのはね、うん、不安ですしね。不安ですね。そういう団体とね、定期的に
顔見るだけでもすごく勇気づけられると思うので、うん、そうですね。私が特に瓶型やってますよね、はい、工房で一人きりなのでもう閉じこもり状態なんですよ。引きこもり状態、引きこもり状態なんです、はい、それで私もちょっとつな外 の、はい、起業している方とちょっとつながってみたいなということで、沖縄サロネでのちょっと、門を叩いたんですけど。なるほどなるほど、でたくさんの人とつながったわけですよね。たくさんの方とつながれましたし、はい、あと子育てしながらっていうのが、一番なるほど悩みも、多分なんかこのコラボとか、新しい商品サービスができたりとか、なんか相乗効果っていうんですかね、ありますあります、あるでしょうね、はい、あります。これはコラボレーションはサロネの この仲間同士で、いろいろ企画していろんなところで皆さん活躍しているので、はい、なるほど。なんかサロネーゼのなんか食事会とか飲み会ってあるんですか？食事会は、はい、すごそうですね、あります、年にすごそうですね徳村さんみたいな人が何名かいるんですか？いや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 普段こんなに喋らないですよあ、そうなんですか？はい、ね、はい、はいって言わされて完全に言わされてますね今ね実は後輩なんです。あ、そうなんですよ。だから怯えてるんですか？はい、尊敬、はい、先輩ですので尊敬してます。後輩というと学生時代の同じ、私たち首里出身で、はい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 、学校も一緒で、なるほど、はい、なるほど、はい、だから口数がねっていうわけではないですよね。そんなことはございません、ね、はい、ラジオではね。面白いなるほど、はい、逆にねこういうサロネーズをきっかけにこう、昔の知り合いとか、とかね、あとなんか名前は知ってるけどっていう人とかいますもんね、はい、なるほど。なんかこうサロネーズの中でこういったエピソードとかってあるんですか？例えば何がありますかね、なんかこうこういうことがありましたとかですね、ないですか？何でしょう、新年会とかでですね、はい、皆さんいろんな方がいらっしゃるんですけど、はい、キムさん何でしたっけ、ジャダじゃなくて、サルサ、サルサダンスの講師の方がいらして、皆さんサロネーゼの運営委員っていうのがあるんですけれども、そのメンバーでダンスを披露したりだとか、それは当然全く素人の方、全く素人の方ですよね、方々がもう講師についてちょこっと練習したり、やっぱりすごいうまく披露できたというのはもう、はい、聞いてます、なるほど、はい、なるほど、はい、いいですね、面白いですね、楽しい、こう、なんですかね、こう何かに挑戦してこう達成感を味わうっていうのはすごくいいですもんね、特にね僕思うんですけど、主婦の方って、僕は主婦ではないですけど、やって当たり前的なところがあるじゃないですか、例えば料理作るのが当たり前で、なんていうんですかね、こう給料もらうわけでもないし、もう下手したらありがとうすら言われないし、なんていうんですか、なかなか評価されづらいところがあるので、そういった意味でもこういった場っていうのは女性にとっては大きいんでしょうね、大きいですね。なるほど。あと私が何かやりたいって 何か探してるって言ったら、もう70名の人がもういますので、はいはい、もうあ、これ私ができる、あなたがもう誰かができるでしょうね、もう誰かができるんです、必ず誰かができるので、そういう面ではかなり助けてもらってます、心強いですよね、心強いですね、なるほど、もう一言ね、メッセンジャーでパッと送れば誰かが返事が来るみたいな、なるほど。これ例えば当日サロネーゼ申し込み書があるってことなんですけど、例えばどうしても当日来れない方っていらっしゃるじゃないですか、そういった場合はどこに申し込めばいいんですか？沖縄サロネーゼの、ブログホームページ、はい、ホームページがあるので、はいはい、沖縄サロネーゼで検索したら出てくると思います。サロネーゼのカタカナですよね、はいはい、サロネーゼで検索すると出てくると、はい、でそこからじゃメールで申し込みでいいっていうことですか？メールでも、はいはい、できますね、はい、入会希望ですとか、問い合わせだったり、そうですよね、はい、これは定期的に集まったりとかってするんですか、こういうイベント以外にも？はい、1ヶ月に1回、なんか先ほどお伺いしたら、なんか何ですかね、何でしたっけ、スクール的なものをやったってことなんですけど、スクール何でしたっけ、カルチャーサロネーゼスクール、はいはいはい、はい、こんだけの人が集まるとね、そういうのもできるでしょうからね、いろんなプロの方が集まって、はい、なるほどですね、じゃあここですね、先ほどイベントの内容を聞き逃したっていう方もいらっしゃると思うので、じゃあもう一度ですね、告知の方をお願いします。はい、
はい、近所さん告知ですか、命令ですよ、徳村さん見てました今これはあの今度の来たる11月29日日曜日10時から4時まで、はいはい、会場がですね、うん、西原町、ね、うん、西原町ですね、西原町ですね、うん、あのムーンテラス、上がりさ上がり浜、上がり浜の音楽堂さんで開催されます。はい、はい、はい、でいろんな、職種の方が出るんですけれども、うん、あのもう一度スイーツとかあの、うん、ご紹介してよろしいですか。どうぞどうぞいいですか。もちろんもちろん。スイーツですね、うん、ローフード、うん、あとスムージー、うん、フットセラピー、リフレ、ボディートリートメント、うん、あとインスピレーション音楽で、あと波動カラーセラピー、ヨガ、ダンス、パフォーマンス、あと私の方で瓶型展示、ハンドメイドアクセ、うん、オリジナルグッズ販売ですね、あのそれとボディジュエリーで公開メイクでレッスン彫刻美容ですね、うん、で学研さんもあの今度出展されるということで、うん、キッズコーナーを設けております、はい、であとこれも一番面白いなって思うのが、うん、あのドッグマッサージ、うん、はい、しつけ屋外の方ですね、はい、屋外の方でですね、うん、アニマルコミュニケーションというのもあの開催しますので、はい、ワンちゃん連れの方、ぜひワンちゃん連れ OK です。OK です。なるほどなるほど、はい。これはちょっとね、うん、あの、はい、犬飼ってる方からしたらすごく嬉しいですもんね。はい、はい、ドッグマッサージって初めて聞きましたね。うん、犬マッサージするんですか。はい。なるほどなるほど。ワンちゃんも疲れてるみたいなんで最近そういうのストレス溜まってるんですか、ね、マッサージ溜まってるらしいです、はい、なるほど、緩和してあげるという、うん、はい、犬をねストレスが溜まってるということでね、はい、なるほどなるほど。あ、先ほど徳村さんあの、はい、波動で出展されるってことなんです、はい、これ波動を受けるとどういった効果があるんですか。波動を、はい、まあ、う、うん、まあ、波動鑑定の場合と、まあ、波動調整っていうものを若干ちょっと違ってて、はい、はい、まあ、いわゆる波動調整の場合はエネルギーワークというか、はい、はい、その自分自身のまあオーラを整えるというか、うん、エネルギーを整えるということで、うん、っていうものですね、うん、はい、これ整えるっていうことは乱れるってことですか。うん、やっぱり疲れてる時とかっていう時には、要するに何か言葉でよく気が沈んでるねとか気が重たいとかっていう気という言葉を私たちよく使いますよね。あれがもう本当にまさしくそのエネルギーというか波動というか。なるほど、うん、だから波動を整えると元気になるんですか、うん、元気になると波動が整うんですか。どっちからのアプローチもできたりするんだけど、うん、やっぱり人って落ち込んでる時ってなかなか行動できなかったりだとか、はい、こういまいち体が動きにくかったりとかってするので、その時にだからじゃあ一般的に私たちは何をするかっていうと、うん、海に出かけたり、なるほど、山に出かけたり、なるほど、自然の中に行ったりっていうのはその行くことで自分自身のエネルギーを整えるという、だからそれはもう外からのアプローチだから、結構私たちっていろいろと知らず知らずのうちにいろんなそういう無意識に、そう無意識にあのこうやっているいろんなことを元気になるために、なるほどなるほど、うん、はい、っていう感じですかね。なるほどですね、はい、それをじゃあその当日は、はい、鑑定して、はい、調整までしてくれるってことですか。調整も、はい、できたりするし、はい、あとはまたあのその波動だけではなくって、はい、受講生の方はそもそもあの得意分野みたいなものを持っている方も多くこういらっしゃるので、はいはい、あの中には東京からお見えになる方はペンジュラム、ペンジュラム、ペンジュラム、ペンジュラムってこう振り子ですね。ああ、はいはいはい、はい、うん。その振り子をちょっと使って、また波動のものとプラスしながらとかっていうものだったりとか、はい、オリジナルのまたものをあのお披露目するという方もいらっしゃいます。なるほど。はい、面白いです。へえ、はい。じゃあこう2つ組み合わせてオリジナルのものを作ったってことですね。はい、ええええ、はい。面白いですね。うん、はい。すごくぜひあの来ていただけたら嬉しいです。はいはい、特にねあの会場もねあの僕行ったことなんですけど、うん、素敵な会場でもうものすごくあの、ね、綺麗です。会場が海も近いですしね、はい、あそこ自体気が良さそうですもんね。もうねすごいですよね、うん、もう気持ちよくって、うんうん、日曜日ですよね、はい、まあね、あっという間女性があんだけ集まるとねすごく雰囲気いいでしょうね。ねで僕見たんですけどもう全部ね結構金額も、うん、
ね、うん、あのお手頃っていうかですね、うん、大体もうねイベント価格で皆さんされるので、うん、1000円前後とかのもので体験ができたりとか、うん、あのすると思います。これで、うん、あの1枚持ってたら使えないぐらいですもんね、うん、もうね、普段だとね一つ一つがね、うん、その5000円とか1万円ぐらいすると思うんですけども、うん、はい、これすごいお得ですね、うん、でそこで体験して本当にあの自分にこう合ったものを見つけたら、うん、またそこねあの通うなり、はい、学ぶなりができるっていうね、うん、ことですよね、うん、情報収集していただけたらいいなって思います、はい、うん、まあ、会場の方とねあのご出展されている方とかお客様とのこうなんていうんです出会いとか、はい、お話しするだけでもねあのすごくメリットがあるんじゃないかなと思いますね、うんうん、はい、なるほど、すごく楽しみですね。ねえ、もうワクワクですね。はい。あのお二人はですか、広報担当なんですか。広報、あのそれぞれあの私たちみんな仕事を持っているので、はい、その時にできるメンバーさんが、あ、なるほど、はい、広報として、あ、今日できるから来たんですか。はい、そうですね。はい、今日できるから来たんです。なるほど。じゃあたまたまスケジュールが、はい、そうなんです。あいつだけですね。はい。はい、なるほどなるほど。はい。でも準備大変じゃないですか。かなり大変です。でもね、準備大変だから、あの多分達成感もあるんですよ。うん、はい、ね、そう思います。本当ですよね。はい、でもこういうイベント大変ですよね。あ、もう、あとね、本当当日来るか不安とかね。はい、それあ、もう眠れないそうです。眠れません。いや、寝てますよ。寝てないですか。不安で不安。はい、不安で不安で寝てないですか。楽しみでもあります。不安で不安で楽しみ。なるほどなるほど。そういう人大体寝てますから。大体寝てますから。はい。じゃあもうこう担当でね、うん、皆さん手を消して、まあ普段のね仕事もやりながら、うん、そうなんです、そこが一番。ただですね、うん、あの個人事業主の方忙しいですもんね。うん、はい、僕もねもともとあの、うん、安定したあの公務員だったんですよ。ただねあのそういう時ってこうなんで、うん、確実に給料入ってくるじゃないですか、うん、でまあいろいろビジネスやっていって自分で独立した時に思ったのはですね、うん、独立して全部自分でやらないといけないですもんね、うん、集客から全部自分でやらないといけないじゃないですか、うん、その大変さも知ったし、うん、楽しさも知ったし、うん、ある意味自分でできるんですよね、うん、好きなように、うんうんうん、だからこそねあの達成感とか、うん、だからの主婦の方って普段の、うん、仕事も大変だと思うんですけど、うん、あの家庭の仕事もですね、はい、だからビジネスやると、まあ、これ以上忙しくなるっていう感覚あると思うんですけども、うん、逆にこう充実してですね、うん、頑張れるんじゃないかな、はい、仕事量は確かに増えると思うんですけどね、うん、その辺どうですか、どう思いますかお二人、うん、そうですね、はい、あの私はもう、うん、私がストップしてしまうと、うん、あのまず物が作れないと、はいはい、うん、そこに影響するので、うん、もう仕事が終わった後にしかこういうイベント の、 あの、うん、お仕事にしかちょっと関われないんですけど、はいはい、まあ、大変ではあるんですけど、はい、勉強になります。私はもう工房以外の仕事って、はい、そんなにやったことがないんですよ、はいはい、うん、物作りはもう専門ですけど、うん、それ以外ちょっとやったことがないので、こういうあのイベントをするにあたってこういうラジオに出たりとか、あの、うん、メールでのやり取りだとか、うん、こういういろんな知らない世界が見えたので、日々チャレンジですね、はい、もう勉強になってます、うん、でもね大変って大きく変わるって書くってよく言いますよね、うん、ただあの大変さと大変なことと嫌なことって一緒じゃないじゃないですか、うん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 、で、あの、ある意味大変だからこそ頑張れるっていうか、うん、大変なものの中にしか楽しさはないって思うんですよね、うんうん、すごい今ちょっと響きました、うん、ね、素敵素敵いいですよね、うん、素敵、はい、素敵、はい、そうですか、じゃあ僕そっち使いますね、うん、予想外の反応でしたね素敵心にちょっとジーンときましたね、はい、素敵まで言われてメガハートマークなってる、ね、大きく変わる、はい、でもみんな行きますよ、うん、普通に、うん、僕行ったことないです、うん、いやいや考えたことがなかったですね、うんうん、そうですよね、うん、ということで、ね、あのすみませんちょっと一旦ね、はい、あの CM に行きたいと思います、はい、じゃあ、はい、そのCM 後にですね、はい、徳村さんにもその辺をちょっと聞きたいと思います、うん、よろしくお願いします。お願いします。
はい、ビジネス天国沖縄、いよいよね、徳村さん、金城さん、はい、時間をあっという間に過ぎてですね、早い、あっという間ですね、早い、あとね10分弱になりましたけども、はい、本当にね、女性のパワーをね、うん、今まで聞かせていただいてですね、本当にこう、はい、沖縄サロネーゼ、うん、素晴らしいですね、はい、3周年、うん、はい、4年目に入ったってことですか。そうです、もう4年目入ります。なるほどですね、はい、先ほどねお伺いしたら、希望者の方はね、この団体に、入ることができるということですので、ぜひね、そういった前向きな、でも前向きな方と一緒にいるとね、全然違いますよね。違いますね、違います、はい、本当に一人だとね、なかなかね前に進めなかったり、心折れたりするんですけどね、本当に一人でもね、人って本当に理解してくれる人がいたら前に進めるっていうね、不思議な生き物ですよね。ね、大きいですね。はい、ぜひね、そういった、のね、お求めの方はぜひですね、はい、沖縄サロネーゼの方ぜひです、ね、いらしてください。もう叩いてください、はい、ぜひということですね、はい、でちょっと10分少々なんですけども、うん、このイベントなんですけども、うん、11月29日日曜日、はい、朝の10時から、4時まで、うん、ということなんですけども、はい、駐車場もね、僕行ったことあるんですけど、結構広いですよね、うん、はい、もう駐車場も、その会場の駐車場以外にもですね、はい、お隣に空き地があって、はい、そちらの方もちょっとお借りをして、あ、そうなんですか、はい、確保をしておりますので。なるほど、はい、あ、じゃあ駐車場はね、でもまあね、うん、当日いっぱいする可能性がありますのでね、はい、なるべく早めに、僕だったらこれ午前中に行った方がいいですよね、絶対その方が、その方が、はい、ね、いいですね、待ち時間もありますので、うん、体験したい方とか、ね、はい、いろんなものとか9時半ぐらいに行ってね、オープンと同時に、はい、走って行ってね、走って全部回ってね、はい、で1時くらいから食事して帰るのも一番いい、またお隣にカフェもあるので、結構食事するところいっぱいありますもんね、はい、あります。なるほどな、はい、あとね、僕ちょっとね、ラジオちょっとお伝え、これは多分ね、うん、ラジオの前で、うん、沖縄サロネーゼの皆さん聞かれてますよね、多分ね、聞かれていると思います。聞いてくださいってことですけどね、ぜひね、なんていうんですかね、これからね一生懸命みんな頑張ってると思うんですけど、うん、もうメンバーの方にもね、ラジオを通してメッセージを、うん、はい、お願いします。はい、はい、メンバーの方にどうぞ受けて今ね、大変で頑張ってると思うんですよね、はいはい、不安とも戦ってると思います、はい、はい、うん、で、まあ、沖縄サロネーズは人数がかなりいてですね、はい、でそれぞれ、その、まあ、係というか、はい、担当を持って、活動をしております、はい、うん、でなので私たちは今回このイベント担当ということで、私徳村美智子で、金城小夜子、そして平成子、はい、で、あと後原明美さん、ほかまめぐみの、はい、5人、5人、はい、5人で、このイベントをですね、はい、もうこの、4月ぐらいから、はいはいはい、4月って結構前ですね、はい、4月5月ぐらいからもう着々と、はい、進めてまいりました。なるほど、はい、なので、うん、もうまた他のメンバーさんにも、はい、お力添えであったり、うん、またアドバイスご指導などをいただきながら、はい、もうみんなで一丸となって成功に向け動いておりますので、はい、ラストスパート、もうみんなでも頑張って、もうここ一番で、うん、はい、やっておりますので、はい、ぜひ頑張って、そして多くの方に来ていただけるように、はい、よろしくお願いします、はい、僕ですか、はい、いきなりなんか、はい、役職がついてるんですけど、はい、じゃあ金城さんお願いします、はいはい、ちょっと私もどうしよう、うん、言葉が今ちょっと見つからないんですけど、うん、本当に半年前から、チーム一丸、うん、あと沖縄サロネーゼ、涙うるうるしてすいません、一丸となって、はい、動いてますので、うん、はい、ぜひ皆さん会場に足を運んでください、うん、よろしくお願いします、はい、もうね、いろんな思いがね、あります、当日は飛び交ってると思いますので ね、 本当に、うん、でもなんかね、普段の生活の中でこう夢中になるものがあるっていうのは、うん、いいですよね、はいはい、逆にそれがないとね、うん、あっという間に時間過ぎちゃいますからね、はい、ぜひね、あ、もう一度タイトル、イベントのタイトルをですね、うん、お願いします、はい、タイトルは沖縄サロネーゼ3周年企画、私スタイル in 上がり浜ですね、はい、11月29日日曜日10時から16時まで開催していきます、はい、あれですよね、
西原とヨノバルのちょっと境目ぐらいですよね。海の近く、はい、キラキラビーチ、そうですね、うん、はい、そこのすぐ前なので、はい、多分すぐ分かると思いますね。もうすっごく分かりやすい場所です。はいはい、あの、はい、なんていうんですかね、こう食事するとこが固まってるとこって、あ、はいはい、あそこぐらいですもんね。はい、あそこです。はい、はい、すぐ分かると思いますね、うん、はい、なるほど。あのたくさんの方にね、いろんないい刺激を与えて、うん、はい、あのね、あのもうこのイベントの当日、うん、あのいろんなね笑い声とかが聞こえてくるようですね。はい、もう徳村さんのね笑い声が聞こえてくる、はい、もうすごく聞こえると思います。外まで聞こえてきそうですね。はい、はい、はい、ということで、特にね今日あのゲストに来ていただいているのでね、うん、お二人のブースもねチェックしてください、はい、ぜひ、ね、はい、ぜひ、あの瓶型のね金城さん、うん、はい、受付で金城さんどこですかって言っていただいて、ね、ぜひお願いします。瓶型売りますから遊びに来てください。はい、はい、あとね、はい、徳村さんもね、はい、あの入り口の方で徳村さんどちらですか、はい、ラジオ聞きましたって言ったらですね、はい、波動ね、はい、なんかサービスがあるから、はい、波動たくさんね見てくれるそうです。はい、なのであの波動ってね本当に出るんですね、人からね、で出ると思います。はい、それをね整えてくれるということでね、うん、はい、やっぱり疲れてると波動が整うというのもね、はい、東京初めて知りましたけども、はい、あの自然にね僕たちってあのやっぱりこう求めるんですね、うん、整えるために、うん、そう思います。はい、はい、でそのイベントの時もね、そのあの、うん、波動が出てると思いますので、はい、あの波動も整うでしょうね。とめっちゃ元気になって帰ると思います。いや、整うって言ったら徳村さん必要なくなっちゃうんで、ね、うん、ちょっと整う、ちょっと整う、うん、で、はい、本当に整えたい方は徳村さんに、はい、あ、そうですね、はい、はい、いやでもいい仕事されてますね本当に、うん、これから本当に、はい、あの必要とされる方がね、はい、いっぱい出てくると思いますね、うん、はい、であのあっという間にね、僕もね、僕は MC ね、今3回目でですね、うん、機械の使い方もよくわからなくてですね、うん、あのさっきからね身を見まねで機械を使ってますけど、うん、まあね、お二人のおかげでね、うん、よく喋ってくれるのでありがとうございます。はい、すごくあの、うん、スムーズにいきましたが、はい、あとね2分30秒なんですけども、うん、お二人一言ずつ最後にねお願いします。はい、ではさやこさんの方から、はい、11月29日、会場の方でお待ちしてますので、皆さんぜひぜひぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。はい、ま、おそらくお天気もきっとこう、はい、いいお天気に恵まれることを信じつつ、はい、盛り上がっていきますので、どうぞ遊びにいらしてください。はい、はい、ありがとうございます。本当に、ね、伊佐あゆみさん、はい、ね、エールの、はい、伊佐あゆみさんからの、ね、ご紹介で今日は、はい、来ていただいたんですけど、もう感謝いたします、ね、本当にあゆみさんもね、うん、素敵な女性で、はい、本当にいつもねお世話になっている方なんですけど、はい、まあ、あゆみさんもねフットセラピーエールということで、うん、当日はね出展されてますので、ね、はい、ぜひあゆみさんもよろしくお願いします。あゆみさんもねいろいろ本当にサロネーズで頑張ってますしね、うん、はい、すごいいろんな方に影響を与えている素晴らしい、ね、女性だと思いますね、はい、子育てをしながらね、はい、そういった方の姿を見るだけでもお話をするだけでもね、うん、すごくいい刺激になると思いますね、はい、本当に普段の生活の中で何かね刺激が欲しいとか、うん、なんか挑戦したいとか、うん、でも何していいかわからないとかね、うん、一歩踏み出せないとかっていう方はね、会場に来るだけでも、はい、かなりね、うん、何か掴めるんじゃないかなと思ってますね、はい、大きいと思います。はい、うん、で最後にね、私スタイルインあがり浜、はい、第2回ということで、うん、11月29日の日曜日、10時から4時、うん、ちょっとね個人的には短いんじゃないかなっていう、ね、思いもしますけども、うん、ね、多くの方に凝縮してますからねこの時間に、はい、ぜひね来て、おすすめは9時半に来て駐車場で待って、はいはい、オープンの同時に入っていってオープンの同時に、はい、1時まで回って、はい、1時から食事して帰るて、はい、これはね僕 の、 はい、プランですね。もうぜひお待ちしております。はい、はい、もう、はい、もう僕ね朝5時ぐらいに行ってね、うん、6時ぐらいに帰ろうかなって思ってます、まあ、はい、ということでね、いろんな無料のセミナーもあるということで、うん、ぜひですね、ラジオをお聞きの皆さんをですねサロネーゼ当日、参加されると同時にですね、サロネーゼの、会員にもなることを僕はお勧めします、うん、はい、はい、それでは皆さんありがとうございました。お二人今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、どうも失礼します。ありがとうございました。はい、どうもまた来週。